ほら見ろよ、あいつまだあの子たちにビビってる。あいつって言うなよ、仮にも先輩だぞ。仮にもってよっぽどひでえな。むせえな。あ、逃げてった。春たちも何か知ってるかもしれないし、一度校舎に戻って二人と一緒にどうするか決めよう。それでいいかな、ファルコモン。うむ、承知した。話の続きは校舎とやらの中でしよう。Please send me a get this for later. おはよう。ああ、おはよう。何ちびっこ相手にかしこまってんだよ。おはよう。あ、おはようございます。そういうミノルこそ女の子相手に、なんだよその態度。紳士だからだよ。ああ、おはよう。みゆきさんだっけ。昨日は幽霊と間違えてごめん。いい、気にしてないし。ビビってんのかよ。みゆきたちといると気まずいんだろう。ギャーッつって気絶してたもんな。つっても隠れるでもなしに、あんな隅っこでこっちの方をチラチラ見られてもな。おはよう、みゆきちゃん、はるくん。ゆうべはよく眠れたかしら。 Okay, the translation are kind of odd. I mean, you heard her say the name, but why not put that in the description, like the text? Again, that's something about kind of throws me away. I mean, you heard their name, but you don't see in the text. そう、困ったことがあったらいつでも言ってね。こんな状況だし、お互いに助け合わないとね。ありがとう。おね、お姉ちゃん。ありがとう、お姉ちゃん。お姉ちゃん。ありがとう、お姉ちゃん。みゆきちゃんからすれば、私だってお姉さんだもんね。気にしないで、お姉ちゃんはずっとああなんだ。そうなの。怖い目にあってね。
僕を守ってくれたんだけど、それからずっとアーなんだ。怖い目って？ごめん、覚えてないんだ。そう、かわいそうに。それで話の続きだが、他に聞いておきたいことはあるか？じゃあ他には、そうだ、あの霧って何なんだ？とにかくあの霧は危険なんだ。近づくと本当にまずいの。あの霧に飲まれたやつはどうなってしまうかわかんない。多分気配ごと何もかも消えて。ん？だったらもしかしてあの霧の向こうに行けば元の世界に帰れるかもよ。いや、無理。やめておけ。そうよ、どうなるかもわからないようなことを試して取り返しのつかないことになったらどうするの？うむ、具体的にどうなるかはわからないが、直感的にも本能的にも確実に危険を感じる。まああの霧のせいで気を失ったり変な場所に迷い込んだのは確かだしな。霧についてはわからないことだらけだし、とりあえず今は置いておこう。I'm really curious how much they're gonna change the story now because I want to go to the other route now. それでいいのかしら？何か対策を考えておかないと、それこそ危険じゃない？でも何もわかんないんだし、対策の考えようもなくない？それはそうだけど。とにかく今のままじゃ遠出すらできないよ。昨日から飲まず食わずだし。何か食べられるものが欲しいよね。じゃあみんなで手分けして校内を探してみましょう。いや、やっぱ他に人がいないか探すのが先だって。そもそもさ、課外キャンプ参加者じゃないみゆきたちも迷い込んでるんだぜ。他にもまだ近くに誰かいてもおかしくはないんじゃね？例えばみゆきちゃんたちはどこから来たのかしら？あっち。あっち。あっちってどっち？
あっち。あっち。そう。ああ、ダメだこりゃ。ガキにまともな話を聞けるわけねえだろ。ついでにそっちの女も幼児と同じおつむと来たもんだ。りょうくん、それはあんまりよ。とにかく他に誰かいるかどうかはまだ博打みたいなもんだけどよ。そもそもあの場ではぐれた自分たちがこうしてこの学校に集まれたんだからさ。もしかするとサキや修二さんや教授くらいはこの近くにいるかもしれないぜ。そうか、あの神社に祠、あそこにいたんだもんな。だから手分けして探してみようぜ。だからここが異世界かどうかなんてまだわからないでしょ。仮に異世界だとしても、それは私たちの世界とつながっている世界ってことでしょ。そうとでも考えないと、人間の建物までここに迷い込むなんておかしいわ。なるほど、どこかで何か境界が曖昧なところがあるかも。もしそうだったら救援が来る可能性だってゼロじゃないわ。それなら迂闊に動くより助けが来るまで待機してた方がいいと思うの。それは俺も賛成だな。ええ、だからその間食べ物とかはちゃんと確保しなきゃ。だからどうせ救助も来るわけねえんだよ。教授や修二がいるかも、いるかどうかも分かんねえやつ探してどうすんだ。ここでじっとしとく以外何ができるってんだよ。じっとしててもどうにもならないわよ。じゃあどうすりゃいいんだよ。動いたら好転するってもんでもねえだろ。そもそも俺たち何もしてねえのに、わけわかんねえ状況に追い込まれてんだぜ。だったら何かすれば元に戻れる可能性あるのかよ。50-50 minutes. Oh my god. An entire hour of talk. Again, I don't mind so much, but how I'm supposed to edit this much out? 意味もなくうろつき回って危険を増やしてどうすんだよ。まあ死にたいやつだけ死ねばいい話だけどよ。
Wait, can I? No, I cannot open the map. Where did the kid go? The kids go. Let's see. Mandy just jumped to 8. さてと、さっきはああ言ったけど、これからどうしようかな。そうだね。まあ、タクマの好きなところを見て回ろうよ。そうだな。行こうか。Yes, exploration.Thank you. Oh, we see a lot of exclamations. So, yeah, guys, remember what I said I'm gonna be with you in a moment? Well, that was yesterday. I kinda grind a little. Level 20 against enemies of around level 5. Overkill?Yes. And yeah, the reason I kinda cut, so I try to actually get some copies is because I'm pay, you cannot devolve these other ones you'll get. And I got a fireman. And I must to say that I hope that the recruitment system gets a little better later on because you is really trying error to actually try to get these characters. Especially considering that some have low chance of getting them. You'd better just get the item from them that try to.
Well, this was short. Typical Digimon. Although you just the random thing that somehow still work, like finding a Frigia filled with eggs. Double points for those who are gonna get that. Yeah, too convenient. But I guess the school is gonna be a some main or center stage of this story. Wait, I actually didn't ever look at how many there are. Ah, 8 digitations. And possibly the bad guy. Oh yeah, and these two. I'm really curious what this is gonna evolve to. What did you just say now?
Karma, really? I don't remember that 5 minutes ago. How many gonna do the this natural joke? Now everyone is back in the castle. Do I want to do another battle? Nah. I assume the animals are not the beasts that are gonna attack us soon. I'm not sure how we're gonna go because I think they actually said that Yotsu is gonna matter, but how much is gonna matter seeing them? I mean, you can actually lose someone because of your choice. Thank you.
Again, I don't kind of like the fact that you can actually see the colors, and that, I don't know how to say it, is not a bother, but in the same time, I think they actually said that in one of the interviews, like, this is gonna be a set amount you can do a day. I thought it's gonna be for the free betters, but I guess that's separate. I'm not curious what the lever is.